サンロッカーズ渋谷応援番組 S ロックス東京 MX で毎週金曜23時30分から放送中です。ぜひご覧ください。S ロックス、 S ロックスやるなら言ってください。 S ロックス、あの初めてやること言っといてください事前に。 S がねどっちだか分かんないですよ。 S ロックス、今回の放送は的確な解説で大好評だった酒井さんによる試合解説の後半戦。伊藤がしっかり決めてくるっていう、はあ、いやここはすごかったです。連続で3本だから。さらに負けないからだ。シャー！あの応援芸人がサンロッカーガールズに殴り込み、その結末は。それでは最初に今回も柴田さんにサンロッカーズの選手たちのことをちょっと知っていただきましょう。了解。ということで本日紹介するのは、うん、結構名前何回か出てますけど、うん、広瀬健太選手です。あ、スルッテートスルッテートの人でしょ。スルッテートの人、あの落語が好きっていうね。うん、それ1個で教えてないんで。あ、そうなの。スルッテートの人じゃないです。あのポジションはまずスモールフォワードという、去年まであのチームのキャプテンを務めて。すげえじゃん。はい、うん、ベンチにいる時でもコートのみんなに積極的に声をかける、うん、チーム一熱い男と、うん、で点数を取ることに特化したオールラウンダー、うん、去年は B リーグの初代スティール王に選出。父はレスリングの元国体選手、母は元バレー全日本代表というスポーツ一家、その影響で中学までレスリングを行い、中学校西日本大会で優勝した経験もある。何でもできるタイプだ。いやこれ本当落語の世界行ってもまあまあ活躍すると思うよ。でしょうね。いやそういう人は何やってもだから。うちのお姉ちゃんすごかったの。もう勉強家でしてる姿見たことないけど、高校でいつもトップだったの。そういう人いるんだよ。コツ知ってるっていうか、なんかやったらすぐできちゃうっていう人。そういう話聞くたびに、うん、なんで自分はそうじゃないんだろうと思いません？いやでも違う才能がやっぱりあったじゃん。俺なんかほんと劇的に面白いし。そして今回の気になるゲストは、よろしくお願いします。あ、かわいい。お願いします。すごいね。林桜、 S かわいいの専属モデルとなり芸能界デビュー。その後東京ガールズコレクションに出演するなど数々のショーで活躍。さらに現在は女優としても活躍の場を広げ、伊藤英明主演で話題になった映画悪の経典に出演。今年だけで3本の舞台に出演し、モデルも。うるせえな。女優界の広瀬だよ。女優界の広瀬。違う違う、まあ、何でもできちゃうの。出た。ただ俺の方が劇的に面白いから。ごめんなさい、そこだけは勝てない。そんなさくらちゃんの一番好きな選手は。私あの小学校中学校とバスケットボールをずっとやってて、三原選手がすごい気になってて、うん、なんでなんか神奈川県出身なんですよ。あ、同郷だ。そうです。しかもポーチの中に、うん、あの美顔ローラーとか。あ、あった。そう、この間見た。なんか髪の毛のヘア剤とか、うん、乙女っていう、うん、美のことなんかいいんだよ。あの人はそんなことしなくて、試合に負けるたんびにそのなんか美に関するものを一つずつカバンから抜いてくる。でもいいんだよ、勝ってくれりゃ、ね、それが一番喜ぶんだな、ファンは。さあここで前回に引き続き元サンロッカーズ渋谷の人気選手酒井さんのプレー解説 VTR です。はい、うん、先週に引き続き今週はサンロッカーズ渋谷講座後半戦。チームアンバサダーの酒井さんに10月14日に行われた名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦を通して選手の魅力を解説していただき、前回あの前半を見ましたけども、はい、あの反省点というところでちょっと点を取られすぎている、うん、ハーフタイムでそれって結構修正してくるもんですよね。やっぱりやられてるポイントっていうのが分かってるので、うん、はい、それに対してどうやって守っていきましょうとか、うん、オフェンスはこのまま行こうねとか、うん、そういうのを選手内もそうですしコーチからそういう指示も出たりとかするんで、うん、改善されてるであろうと思います。思います。分かりました、ね、じゃあねその辺も踏まえまして、はい、後半戦を見ていきましょう。前半は失点が目立ったサンロッカーズ、後半は失点を抑えチーム本来の攻撃ができるのか。
まずは試合開始直後、三原選手のこのプレーに注目。パッてこう外出ちゃったから、そこ一瞬の、いいタイミングでヒーローさんのパス出したと思います。完全にフリーでしたもんね今、試合の入り方はまずまずだったサンロッカーズだが、ダイヤモンドドルフィンズも応戦。やっぱバレー選手に少しこうやられるところありますね。ちょっと上手いですよね。上手いですよね、ちょっとミドルレンジの、はい、この後試合は混戦状態に。一歩も譲らない両チーム、一進一退の攻防が続く中、流れを変えたいサンロッカーズはベンドラメ選手を投入。この采配が見事的中。ベンドラメ選手がこのプレーでフリースローを獲得。1本目は難なく決め、続く2本目惜しくも外してしまうものの、こぼれ球を自ら拾いパスをつないで、最後はキャプテン伊藤。伊藤選手はその直後に連続得点を挙げ、キャプテンとしてチームを牽引。ここで酒井さんによるポイント解説。伊藤選手の試合の流れを変える決定力。勢いを持ってくる一つのポイントでしたね。あいつのこうなんですかね、キャプテンとしてのこうなんだろう、責任感というか、ちゃんとこうプレーで表現してるなっていうのは思いました。しっかり得点を決めて、大事なところ決めてましたもんね。引っ張る力というかね。そうですね。あとはもうあいつ自身もこういういいとこで決めれる力をどんどんこうつけてきてるので。なるほど。結構こう勝負どころって外国人選手に頼りがちなんですけど、こうやって伊藤がしっかり決めてくるっていう、やっぱ自覚が出てきてるかなってあります。いや、ここはすごかったですね。だって連続で3本だから、いや、心の中ではすげえ俺今かっこいいだろうなとか思ったりするんですかね。いや、この試合もらったとか思ってないですから。まあ伊藤はこうやっぱディフェンスがまずはいい選手で、そこが入ってきた当初の印象で、ただやっぱ経験積むにつれてどんどんこうオフェンスの方でも存在感を出してきてるから、なるほど。やっぱ要所でしっかり決めてくるし、それ昨シーズンからすごい思うようになったんですけど、チームの中心として存在感をこう大きくしてるなっていう印象を持ってます。そうですね、今キャプテンですもんね、今名門校なんですけど、当時は新設校で1年生からキャプテンずっとやってたみたいなとこもあったりとかするので、キャプテン気質ではあるあるんですね。どんな方なんですか？結構人懐っこいですよ。へー、だからちょっとシャイなのかなっていう、なんかちょっとクールな、イメージだよね。イメージだけど、お菓子とか食べなさそうな。たまに食べてんじゃないですか。いや、どういうイメージ、お菓子食べなさそうなイメージ。伊藤選手の連続得点で勢いづいたサンロッカーズ。すると途中交代で入ったベンドラメ選手が見せる。酒井さんによるポイント解説。ベンドラメ選手の試合を決定づける力。この突き放したここが試合を決定づけるポイントかなって思いますね。そうなんですか。より点差を広げたという意味で、3点差にしたっていうことが。そうですね、もう、スリーポイント決めれば追いつく点差ではあるんですけれども、向こう全然点数取れてない中で、突き放しの2点取ってるのって、なるほど。ちょっと相手としてはもう、ちょっと気持ちを落とすポイントかな。確かに、なるほど。1点差だったら1本決めば逆転だけど、3点差だと3ポイント決めても同点だから、で、次向こうが、なるほどな。レオが入って足がこうどんどん動き出した、スティールが増えてきたっていうのが入ったりとか、ディフェンスが締まって、で、取るべきとこで取るべき人が点数こう重ねていったっていうので、良かったと思いますね。決めたいな、俺も試合決めたいわ。
いやまずコート立てお笑いというねコートに、そうそうそうね、そうですよね、バシッとなんか決めても今日何も面白いこと言ってないよ言ってるよ言ってるよレオは日本人選手はないような感覚持ってんなっていうのはから思いましたね。なんでスティールの感とかすごいし、オフェンスもこうなんかちょっとタイミングがずれてうちのなんか起爆剤っていうかなんかこう起こしてくれるなっていう選手の一人かなと思います。可愛がりたくなるような人ですか。うん、まあそうですね、なんか可愛い感じ出してるじゃないですか出してるんですか、あれわざと出してるんですか、うん、同じ坊主、そう同じ坊主、僕も可愛いですかね、うん、ちょっと可愛いですね、坊主で人も来るんで坊主可愛いってやばいですよ、それは発言が確かに伊藤選手やベンドラメ選手の活躍もありサンロッカーズはこのまま逆転勝ち。次の試合も勝利し名古屋ダイヤモンドドルフィンズを相手にホームで連勝を飾った。じゃあ、酒井さん、うん、最後にこれからサンロッカーズ渋谷はどうしていったらもっと良くなっていくかっていうのをちょっと最後にお聞きしたいんですけど、うちって誰か突出してこうすごい選手がいるわけじゃないので、この試合に限っては伊藤とかレオが目立ちましたけど、今後いろんな選手が各試合で目立ってくる、そういったそれぞれが自分の役割分担をしつつその日調子がいい選手とかそういう選手がどんどん出てくればもっと上に上がっていけるのかなっていうふうに思います。なるほど、選手の皆さん参考にしてくださいね。さあ、本当今日は解説どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、まあ、またぜひね、こう気になる試合とかあったらちょっと解説来ていただきたいですね。そうですね、はい、はい、またよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、よろしく。それでは以上、名古屋戦で、酒井さんに解説をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたでしょうか、選手の解説とかね。僕も分からないですけど、はい、まあ、試合見に行っちゃったら多分単純に、うん、伊藤決めたすげえすげえぐらいなんだろうけど、やっぱこうやってねフューチャーされると、うん、よりやっぱりあそこのキャプテンの一本が大事だったんだっていうのはね、うん、分かるよね、うん、あそこやっぱベンダラメさんが入ってきて、はい、でまあフリースロー取れて、うん、でも外したところまた自ら取って回してどうしても決めたいっていうところをキャプテンがちゃんと決めたっていう目線で見たら、やっぱあの一本って大事だったんだな、だからキャプテンなんだよ、うん、そうやっぱり。ああいうのやっぱり経験者からしてみるとやっぱ面白い、ああいうプレー見て面白いです、うん、あとやっぱ伊藤選手のボールもらう位置とか、うんうん、もう最後決めた時前誰もいなかったじゃないですか、うんうんうん、そう見てるなって思いましたね、はい、本当そうだよね、周りをベンドラメ選手が途中から入ったじゃないですか、はい、本当だったんな、うん、あんな大きい選手がこんなやってさ隙間なんかないとこ入ってきたでしょ、はい、すごいよねあれ。日本人選手にはない感覚、うん、あそこでああやって打ちに行くっていうリスクを、はい、うん、まあ、リスクとして考えないんだろうね、うん、ある種 KY だよそう、外れたらどうしてくれるんだよでも入れちゃったからいいけど結局普通やっぱり日本人 KY やったら嫌だから打ち切れないのよ、ね、そういうのをベンドラメさんとか考えないわけよ。さ、俺が打つからいいの、外してるもんだって外さねえしっていうね。いやそこまで思ってるかどうか分かんない KY いや何も。You know, there's problems you want, and then there's problems you don't. You don't really want this problem. You know me and my dudes be wildin'. You saw when it all pop off, running your mouth, my money piling. I'm chesty, I know it. Just pay what you owe us. Intense, quick fans, but the streets are locked and I can't get no piss. Just got anger, it's a question, baby. I'm so aggressive, no sleep. ここでまた VTR 見ていただきたいんですけども、うん、今度はあの応援芸人のレオティ、あの猫ちゃんが、猫ちゃんこれね、はい、うん、あのサンロッカーズ渋谷にまつわるあることに挑戦してきたそうです。うん、何に挑戦してきたんでしょうか、その模様をご覧ください。どうも、ついに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 この日が来ましたよ。初めてサンロッカーガールズの皆さんとご対面ですよ。
実はレオティサンロッカーズ応援芸人を決めるオーディションの際、チアリーダーの皆さんの踊りを完コピする。できます。あ、余裕ですか。はい。余裕でサンロッカーガールズのダンスができると豪語していたレオティ。そんな彼女が今回はサンロッカーガールズへ入団すべく練習場へ潜入する。この日が待ち遠しくてね。入りたいの。入りたいですよ。私もですね、あのマカオでずっと踊ってた。あ、そう、元プロのダンサーなんで。そうなんです。そう、実はレオティ芸人になる前は一流のダンサーが集まるマカオのカジノでショーダンサーとして活躍していたのだ。しかし現在のレオティは、いや、この体型の人いなかったけどね。この体型はこの体型の人ちょっといなかったけど、このもいたよ一人。誰？サンディ。サンディは違いますから。ということでサンロッカーガールズの練習場へいざ潜入。彼女たちがサンロッカーズ渋谷の誇るチアリーダーサンロッカーガールズ。エンターテインメント性の高いダンスでホーム戦を盛り上げ観客たちを魅了。そのダンスを常に発展させたいと彼女たちは週2回厳しい練習を行っているのだ。しかしレオティは、はじめまして。はじめまして。カリスプのレオティと申します。ディレクター嬉しい。よろしくお願いします。えらい人の正体、それは日本人で数少ない元 NBA ダンサー石井直子。今はじゃあこのサンロッカーガールズの踊りを、もう、はい、そうですね、彼女たちのパフォーマンスだったり、あとはビジュアルの管理だったり、はい、レオティみたいな体型の人一人もいないですもんね。でも、でも私でもこの中で一番健康だと思うの。ここでレオティが、私はですね、マカオで踊ってまして、ダンスの方でかなりね、あの自信があるんですけれども、偉い人へ必死にアピール。踊れたら入れる可能性はあるんですかね。可能性ちょっと、ゼロではない。ゼロではない。ゼロです。負けないから。よっしゃー。いいよ。じゃあ一緒に、え、いいですか。いいですか。ちょっと今新作を、今回レオティが挑戦するダンス、実は11月19日のホーム戦で初披露するもの。どんなダンスかというと、今回ヒップホップティーンなんですけども、はい、チームグッズのキャップと T シャツを使っているところがすごく特徴で、 T シャツ背中にこう大きくサンロッカーズ渋谷とあるので、ロゴを見てっていうポーズをとっているので、そこに注目していただけたら。しかし、レオティは本当にこのダンスを踊れるのか。レオティさん真ん中にして、おー、一緒に練習します。レオティさん、真ん中ですって。もうセンター笑っちゃいました。汗だくです。まだ一回戻ってないんですけど。踊る前から汗だくのレオティ、果たしてサンロッカーガールズに入ることができるのか。じゃあ前奏の位置、始まりからいいですか。はい。5、6、7、8、まず手だけいきます。 And 1、2、3、4、5、6、ブンブンだ。はい、入れます。はい。 And 1、2、3、4、5、6、ブンブンだ。
初めて踊ると通常はその難しさから立ち尽くしてしまうそうなのだが、意外と踊れているレオティ。しかし地獄やで、こんなのどうしよう、まずいまずい。一体何が。その理由は次週。さあ、ということでレオティがチアに挑戦してきてくれましたが、でもね、何よりやっぱ一番思うのは、みんなとラインが違いすぎる。スポーツカーの中にトラック入ってきちゃってるからでもラインがね違いすぎるっていうのは実際あるかな。でもでむしろあの体を生かしてセンターで一回踊るぐらいのパフォーマンスやったら盛り上がるんではないかと。でもやっぱ相当練習はきついから、まあ、当時思い出してんじゃない、海外でやったから。海外で実際踊ってたんだからね。そうなんですか。そうだよ、ショーダンサーで、すごい。いや、マジ技術的には、はい、もうメンバーにも引けを取らないのよ、はい、うん、ただすごいやっぱ太っちゃってる。太っちゃって、激しい動きの連続運動に非常に弱いという、そういう特性をお持ちなの、彼女は。そうなのよ。そしてレオティが挑戦中のサンロッカーガールズのダンスはあさってのホーム戦で初お披露目。皆さんお見逃しなく。今日はどうでしたか。いや、楽しかったです、うん、私実は初めてでバラエティーが、え、今日初めてなんですよ。これバラエティー、これドキュメンタリー、ドキュメンタリー、すいません、我々バラエティーのつもりでやってる。いや、サンロッカーズをそしてね応援していただきたいんだよ、はい、これからも。で、何かこう、なんか発信するものやってたりするの、うん、SNS、Twitter と Instagram やってる、うん、ああ、素晴らしい、はい、これはじゃあぜひさせていただきます、ね、頑張れサンロッカーズっていうのだけ、はい、ちょっと乗っけていただきたいな、はい、うん、あとハッシュタグで自分の名前もちょっと乗っけていただけるとありがたいです。ちょっとごめんなさい、はい、本当申し訳ないんですけど、すいません。同じ東地区で順位を争うレバンガ北海道との初対決。序盤は相手の激しいディフェンスに苦しみ9対2とリードを奪われ苦しい展開。しかし三原、広瀬、サクレ、ハレルソンらが連続得点を挙げ第1クォーターで逆転に成功。この日はインサイド陣の活躍が目立ち77得点中サクレが18得点、ハレルソンが4本のスリーポイントを含む14得点、そして三原が13得点と追いすがる北海道から逃げ切った。そして2戦目も見事勝利し5連勝次節はホームでの島根スサノオマジック戦、頑張れサンロッカーズ。長谷川選手の独占インタビュー、ファンのガチ質問にマジ回答する。嘘ではなかった。嘘じゃない。嘘じゃない。チームのせいでできてない。はい、いいんですか、そんなこと言っちゃって。大丈夫ですね。そしてレオティはサンロッカーガールズに入ることができるのか。地獄やで。お楽しみに。サンロッカーズ渋谷のファンの皆さん、こんにちは。アンタッチャブル柴田です。後ろシティ金子です。東京 MX で毎週金曜23時30分サンロッカーズ渋谷の応援番組 S ロックスが放送中です。はい、チームの最新情報はもちろん選手の素の表情が見える企画など盛りだくさんでお届けしております。はい、選手たちのかっこいい姿も盛りだくさんでございます。サンロッカーズ渋谷応援番組 S ロックス、東京 MX で毎週金曜23時30分から放送中です。ぜひご覧ください。見てねー。